3月6日、小牧市内の全中学校休校で卒業証書授与式が行われました。ご覧いただいているのは篠岡中学校で行われた卒業式の様子です。篠岡中学校では今年度60人が卒業を迎えます。保護者や在校生が見守る中、卒業生が体育館に入場しました。卒業証書授与では一人一人に卒業証書が手渡されました。続いて在校生が送別の言葉を送りました。いろいろな場面で僕たちを助けてくださいました。最後は卒業生が旅立ちの言葉を送りました。その力を誇りに強さに変えてこの先へと進んでいきます。卒業生は温かい拍手が送られる中、3年間の思い出が詰まった学び舎を後にしました。卒業生の皆さん、おめでとうございます。